タイラー・ウェスリー・ネイキンは、アメリカ合衆国テキサス州、ハリス・グン・スプリング出身のプロ野球選手。右ト左打。MLB のシンシナティレッツ所属。ネクイン、ネイクインと表記されることもある。2009年の MLB ドラフト33巡目で、ボルチモア・オリオールズから指名されたが、契約せずに、テキサス A&M 大学へ進学した。大学時代のチームメイトに、 マイケル・ワカとロス・ストリップ・リングがいる。クリーブランド・インディアンス時代2012年の MLB ドラフト一巡目でクリーブランド・インディアンスから指名され、プロ入り。契約後、参加の A-9、マホーニングバレースクラッパーズでプロデビュー。36試合に出場して打率、270、13打点、4盗塁を記録した。2013年は、 a 級カロライナマドキャッツと a a 級アクロンエアロズでプレーし、2球団合計で126試合に出場して打率。269、10本類打、48打点、15盗塁を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、サプライズサグアロスに所属した。2014年は a a 級アクロンラバーダックスでプレーし、76試合に出場して打率。 313、4本類打30打点、14盗塁を記録した。2015年は、AA 級、アクロンとトリプル A 級、コロンバスクリッパーズでプレイし、2球団合計で84試合に出場して打率。307本類打27打点、13盗塁のを記録した。オフの11月20日に40人枠入りした。2016年は、 開幕をメジャーで迎え、4月5日のボストンレッドソックスとの開幕戦でメジャーデビュー。6月には打率338.6本塁打の活躍で同月のルーキー・オブ・ザ・マンスを受賞した。主砲のマイケル・ブラントリーの長期離脱もあり、中堅守のレギュラー格となり、最終的には116試合に出場。打率296、14本塁打。 43打点、6盗塁、オプス0.886という手法レベルの高成績を叩き出した。105試合で守った中堅では1失策、守備率、995と範囲内の打球は堅実に処理したものの、DRS はマイナス17と平均を大きく割り込んだ。2020年オフの12月2日にノンテンダー、FA となった。 2021年2月18日にシンシナティレッツとマイナー契約を結んだ。3月29日にメジャー契約を結んだ。2021年4月1日のセントルイスカージナルスとの開幕戦に出場し、列移籍後初出場を果たした。ありがとうございます。